こんにちは。宮野博多です。今週の傾向は、先週に引き続いて、今までにないような種類の風邪。インフルエンザではないんです。いわゆるその他の風邪なんですけども、ちょっと特徴があって、風邪っていうのはもともと呼吸器疾患、喉、気管悪くなると肺を化される。というこういうものですけども、今回の風邪はだいぶ要素が違うと。 確かに、のときかも多少はやられるんですけども、あまり大したことはない。その代わり、骨髄に感染するで。骨髄っていうのは、ヘモクロビンを作るところですね。呼吸に非常に関係するところで、生命力に大きく関係するところ。そこに感染症を起こすと。で、このウイルス自体は、ヘルペスウイルスと違って、炎症を起こしてそれが硬化しちゃうというような種類のものではないはずなんですけども。 人間の体の中には必ずヘルプスウイルス、人ヘルプスウイルス6というのは常にあるんですね。ですから骨髄が風邪のウイルスによって炎症を起こすと、そこにヘルプスウイルスが集まってきて、さらにヘルプスウイルスによる炎症と効果、いわゆる老化が起きてしまう。そのことによって呼吸が非常に取りにくい状態。 いわゆる生命力の低下が起きてしまうという非常に厄介な風であったと。しかもそれが非常に強いためにですね、一回の治療でなかなか退治しきれないぐらいの非常にあの強い後遺症を残すと。で、まだにまだその風がずっとバイキンが流行ってますので、来週もまたずっと引き続きということになると骨髄をやられてヘモクロビンの生産がうまくいかなくなって、 生命力が落ちるという結果がますます強くなってくる。そうすると、まるでヘルペスウイルスによって骨髄のミトコンドリアが破壊されると、同じようなというよりも、ヘルペスウイルスでミトコンドリアが破壊されてしまうので、生命力が急性で風邪が治ったから OK ではなくて、後遺症として残ってしまうという状態の風邪なんですね。 でそのために症状もヘルプスウイルスで骨髄がやられて体全体がみんな全部悪くなってくると。そうするとこれはという症状がなくなるんですね。どっか一箇所飛び抜けて悪いと非常につらい症状が出ますけど、二箇所になると症状が半減し、三箇所、四箇所、五箇所になると症状はどこが特につらいっていうのはなくなって全体の機能が低下するために元気はないけど特別特に悪いところはありません。 こういうような感じの症状になってしまう。ですから意外と患者さんが症状がないために我々こういう治療を仕事としているこういったところにも来なくなってしまうと。その前に12月にヘルプスウイルスが大量に増殖した時もそうなんですけれども。ですから患者さんが非常に少ないというような状態が多分どこの治療院でも起きているんじゃないか。しかもヘルプスウイルスがどんどん増えていって頭が 体全身がこのようにむくみが出てくると脳すぎずの流れが悪くなって頭の中に脳すぎずが溜まってしまって頭が大きくなると頭の骨も脳みそもみんな代謝が悪くなるその結果としてそこにヘルプスウィルスがやってきて脳みそも頭蓋骨も炎症を起こし弱い炎症なんですよ弱い炎症で弱い老化なんですけども着実に硬くなって老化を起こしてきてしまう いう状態がさらにエスカレートしてきていると。非常に厄介な風で。で、CSS プラクティス、脳積字調整法で若返りの注文できる先生がやってみてもですね、なかなかそんなに簡単に攻略できないというぐらい難しい風邪一日も早くこれは落ち着いていただきたいというふうに思います。今までにも免疫力の話をしました。また、風が流行している話もしています。風って言えば免疫力って 風をやっつける力っていうのが分かるんですけども、我々の言う免疫力っていうのは必ずしもそうではなくて、すべての症状、すべて免疫力で一つにまとめてしまってるという。だから免疫力という言葉がちょっと分かりにくくなるかもしれない。ですからちょっと別の、ちょっと違った言い方をしたいと思います。えっ、ー、と、体が具合が悪い。例えば風邪をひく。こういう急性のものもそうですし、腰がもう10年痛い。これもやっぱり免疫力。 えというふうに思うかもしれませんけども、どういう種類のような症状でも、例えば腰が痛い、胃が弱い、肩が凝る、膝が痛い、うつになる。全部免疫力の低下なんですけども、違った言い方をすると、代謝。代謝が悪くなる。それがまず第一の原因である。体の悪くなる。一般の治療で代謝を盛んにする治療というのがないんですね。 じゃ、代謝を盛んにするんだったら、お風呂が入れば代謝が上がるんじゃないか。また、運動したら代謝が上がるんじゃないかと。マッサージをしたら代謝が上がるんじゃないか。残念ながら上がらないんですね。今言った運動、それにお風呂、マッサージとか整体とか治療、これは代謝を上げてるのではなくて、刺激を加えてる。で、その結果刺激の加わったところは、 一時的に確かに代謝は良くなります。血液の流れが良くなるし、それに従って多少体液の流れも部分的に、その部分の部分的だけ良くなります。全身的には良くならないんですね。ですから全身お風呂に入って、まあ、首やこう頭出してますけど、全身温めても全身の代謝は良くならなくて、表面的な筋肉の代謝だけが一時的に少し良くなる。 刺激というのは別の言い方で言うとストレスなんですね。ですからストレスを加えると何が起きるのかというとストレスが溜まるという現象が起きている、いわゆる違った言い方をすれば疲労が溜まる。疲労が溜まるというのは代謝が悪くなるということなんです。ですから一般のマッサージや生体の治療では代謝の悪い状態を改善して体が良くなるということは望めないと。ここのところはしっかり覚えておいていただきたい。 難しいですけども、自分でやる脳呼吸法ですね。手上げかかったけ脳呼吸枕。これは代謝を行うんです。代謝というのは何かというと、体液の流れを良くすることが目的。刺激というのは神経を刺激して、その結果神経が活性化して、付属的に、一時的に代謝が良くなる。ですから、基準が違うんですね。 最初から代謝を目的とするときには人間の体60%以上が水分ですけどもこういう全体としてこの大きな袋の中に水が入っている。一個の袋じゃなくて中ぐらいの袋がいっぱいあり、その中にちっちゃな細胞という袋がいっぱいある。その中に水が入っている。全部水で満たされている。ですからこの代謝を良くするときにこれをぐーっと押してあげて変形すると全てのこの 袋が全部変形して元に戻る。そうすると水の動きが出る。いわゆる神経を刺激するのではなくて、水の動きが出る。これが、いわゆる代謝なんですね。だから代謝を目的として応圧するのと。普通に視圧をして、神経を刺激して、こういうふうに普通の視圧ですと、これをこういうふうに凹みません。防御反射でガッと反発してきますから。防御反射の起こらないような押し方をしなきゃいけない。 極端に難しいわけですね。ですからそのために誰でもできるようにソフトブロックテクニックっていうのは開発されたわけです。その代謝、水の流れということによって何が起きるのかというと一番末端からお話し,しますね。これが細胞。人間がいわゆる、うん、全ての体が具合が悪いということは代謝の不全なんです。神経の不全じゃなくて代謝の不全なんです。 水の流れが悪い。そうすると栄養と酸素がこの細胞に十分運ばれない。で、細胞で作られた老廃物と炭酸ガスが十分に排除できない。これがいわゆる代謝障害によって起こってくるまずい状態。いわゆるこの細胞の力が十分発揮されなくなる。だから具合の悪いところっていうのは全て代謝が悪く、細胞の力が十分に発揮されていない。と。 いう状態っていうことが言えるわけです。ですけど、それは、マッサージとか、血圧とか、生体、針、薬、こういうものでは、刺激をしてみてもダメで、代謝を良くするように応圧をしなければいけない。このところ、これは脳脊髄液で調整法なんですね。で、体の具合悪くなるのは、この代謝という問題が一番問題であるから、この代謝を良くするっていう、治療としても代謝なんですけれども、その他に、 治療として大事になってくるのは、代謝の悪いところは老化してくるわけです。組織が固まってくる。ですから治療としては、流れを良くしてあげて、固まっている組織を柔らかくしてあげてと、この二つが治療になってくる。まず大事な治療はですね。だから原因という言い方で言うと、代謝が悪いことが一つの原因。それから固まっているというのは老化しているということ。老化と流れが悪いのが原因ということになる。 でも我々は遺伝子のことも全部やります。なぜそこのところが働きが悪いのかと。生まれながらの体質。これは遺伝子の問題なんですね。ですから遺伝子の問題というと、遺伝子の問題で頭蓋骨が変形をする。部分的、全体的に。それが全身のすべての器官の発達。これを阻害する。ですから代謝が悪い。 で固まっている。もう一つは遺伝子の問題。頭蓋骨の問題っていうのが原因になってくる。だから治療としては代謝を良くし、老化しているところを若返らせ、老化の原因になっている、発育前の原因になっている遺伝子を直していく。この三つの治療を全部兼ね備えないと、本当の治療とは言えない。というところまでですね。今日はここまででお話ししていきます。